地声ください。たまに出します。地声ね、いや楽なんだけど、なんだろう、初見さんが来た時になんか地声で話してると、あれなん、こういう声なんだって思われるじゃん。顔と声が合ってないのかなっていうのもあるのね。そう、印象が変わるじゃん。そうだから、なんだろう、なんて言うんだろう、だから笑い声がこっちなのね。低いんだよ、まつり。ははそう、こうやって笑うわけよ。だから地声でね、笑い声だけはどんな時でも基本地声なんだけど、そうだからね、まあ見た目に反するのでやめます。はい。でもさ、VTuber とか関係なしに配信者って声作ってるくないって思うけどね。VTuber だからとかじゃなくてさ、まあ、普通に配信してなくても人と喋るってなったら、可愛く見られたいとか印象よく見られたいみたいなので声作る人はいるわけじゃん。だから別になんかそうね、あんまり良くないとは思います。はい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 、そんな感じでございます。そうそうそう、だから祭りはなるべく可愛いめの声でいたいなって思ってますね。うん、あとはね、あれだね、テンション高く聞こえるよね、声高い方が。ね、声低いと落ち着いて聞こえない？わかりますか？さっきも前別にそのテンション低かったわけじゃないけど、ちょっとクールに見えるし、そういうのもあってちょっと声高い方が楽しそうかなっていう感じでございます。あとぶりっこしやすいよね、可愛くしやすいみたいな感じでございます。うん。